はい、どうも全力絶叫キツネです。さあ、ハロウィン以来の登場、全力絶叫キツネ。本日は、ここ札幌ドームで、サムライジャパン VS オーストラリア代表があるということで、僕も個人的にあれですか、今日札幌ドーム初めてです。まあ、しかし札幌ドーム今シーズンで、まあ、フライ級は終わってしまうと、もうこれは来るしかないだろうと。そして札幌ドームといえば今シーズンキツネということで、この札幌ドームで今シーズン思い残すことなくキツネダンスを踊りに来ました。こちらね、尻尾もちゃんとついて、今回は全力絶叫キツネ札幌ドーム本番にて全力で暴れていこうと思います。888ゴー。周囲からの目線がえらいことになってます。耳のキツネはいるけど、さすがにフル装備のキツネいないんよ。まあ、結構ね、まあ、札幌ということもあって地元の方が結構 ね、サムライジャパン見に来いってことで、まあ、どちらかといえばそのビーモレル的な、そのビーモレル調子的な、そっち側の人はあんまいないや、ここまでの基人が北海道であんまいないから、みんな多分目が慣れてないんだ。ちょっとだいぶアウェーやね。お疲れ様です、来てくれて。本物のファイターズ。さあ、ビーモレル初の札幌ドーム、はい、ということで初の札幌ドーム、はい、広いですね、やっぱね、広いね、ホームラン出にくいのも分かります。まあ、中は結構あったかいんでね、これでちょうどいいです。はい、千葉市の札幌ドームは、札幌ドーム今シーズンの11連勝してた時に来ました、初めて。おお、はい、なんでいい思い出はあります。はいはいはい、あの頃のね、あの頃のいい思い出。なるほど、じゃあ、あの頃を思い出してもらって、楽天の選手にもね、侍ジャパン頑張ってもらうところで。一人もいません。え、はい、一人もいません。選ばれておりません、楽天から。ここ島は、ここ島選ばれておりません。いや、ここで島内がいないやろ。気合入れてこ、ビール買いました。はい、札幌ドームで最後の乾杯。乾杯。エース。フォーエバー札幌ドーム。いや、これ札幌クラシック。札幌ならではの。しかも安い。このコスパのいい施策をしました。はい、まさに。これはまるで元日本ハムのホフパワー選手のような。なるほど。札幌ビールです。僕もいいですか。はい、このキレの良さ。まさに先発の柱として活躍したケッペル投手のような。安定感、最高です。おう、オーストラリア代表の時の攻撃が、まあ、何者とか名前からマジで見てるのが恥ずかしくなるぐらいの静けさ。ちょっとオーストラリアかわいそう、これはね。え、なんかね、まあ、こういうご時世だからね、そんなもったいないけど、ご時世やご時世なら俺オーストラリア代表に応援歌歌ってたから。何を歌うんですか。いや、だから流用流用。だからアーロンホワイトフィールドでしょ。はいはい、ホワイトフィールドでしょ。はい、ホワイトセル。ジョシホワイトセル。ホワイトセル流用やろ、こんなホワイトフィールド。あ、歌いたいけどね、ちょっと小声で。さあ、さきたえた肉体とアラブル魂で王子を救え。ジョンシュファイティングパワー、ゴーゴーレッツゴーホワイトフィールド。オーストラリアもちょっと頑張ってほしいですね。日本にいいイメージ持って。そう、わざわざこのために日本に来たんだからさ。最後札幌です、すすきので、もうハメ外して遊んじゃってください。女性のリング5位、レーサーリングも5位。ちょい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 。待って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 、ジャパンがお笑い野球してる。待って、ジャパンお笑い野球してるやん。まさかの初回失点。俺ジャパンにも薬病神発動するんか。さらにこれ狐効果で高まってるじゃないですか、その。いや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 、さすがに買ってよ。ジョージ、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 ジョージ帰ってこい、ほんま。ジョージ誰ですか。オリックス2017年に育成で在籍してた選手です。ジョージ育成、
オーストラリア代表入ってるやんか。一軍出場はゼロ。ゼロ。おじゃあ。ジョージ。ジョージ。それジョンジ。何してん？お笑いしかしてへんぞ今とか。大丈夫？あ。照り焼きチキンとローストチキンと両者にお願いします。その辺ちゃっかりしてるんですね。いえ一応ね、失礼なのに。ビビビビ、あ、いいっすよ。おー、すごいすごい。なんか飯食いに行ってる間に逆転してました。はいはい、ナイスナイス。俺がおらんくなった瞬間点取るって。一回はけてもらったらジャパンのためかもね。強化試合です。強化しないで。強化しないといけないから。ね、はい。だから俺に見られるプレッシャーも強化しろと。疫病神の対策も兼ねて。そう、本戦も行くから。その予行演習や。リーモレル感染っていう。こちらが本物、そしてこちらが偽物でございます。さあ、テレビのガールの映像、こちらがヒロトの花束の映像に見えます。ファンの心には刺さってるよ。ファンの心には刺さってます。うん、おいおい、さっと先。日本。日本。日本。さっと先。日本、日本、チンチン、僕のチン。おう！うわあ！プレーホームラン！オッケーオッケーオッケー。日本シリーズそれやらなくてよかった。サツドでホームランやばいな。すげえ。あと一球。おいさあ！サブホー！サブホー！勝利の女神ここにあり。オリックスの選手も楽天の選手も出ておりませんが。出ておりません、ね。出ておりませんが。あ、そっか。総一郎君の。オリックスも出ませんでしたが、サブホー。お疲れ様でした。もうこの勢いでね、今強化試合ですけど、WBC 本戦。はい、もう今年は優勝狙いと。今年僕ガチで日本を応援するんで、はい、まあ、あの大谷さんも出てくると思うんで、サークルチェンジでも、そしてもしアメリカの現地にも行きたいと思っております、侍ジャパン。まさか現地にはこれで行かないですよね。フリゾネということで、サムライジャパン、はい、サムホーでございます。ということで、世界各国サムライジャパン、そして勝利の女神キッズネジャーフルデブレー優勝や。おう、ありがとう。
あ、めっちゃこれ。ありがとうございます。アイドルは辛いです。